東京電力は柏崎刈羽原発への人の侵入を確認するために設置した照明の一部が設置から7ヶ月にわたり電源につながっておらず機能していなかったことを今週公表しています。稲垣所長は今日の定例会見で改善を進める考えを示しました。あってはいけないこと、しっかり是正をしなければいけないことというのを思いを新たにしておりますし、まだ未熟な部分があったというふうに改めて認識をしていますので、こういうものをしっかり直していくのが重要だということで、会見では検査が継続となっている4項目のうち変更管理の運用について是正措置が整ったと原子力規制庁に報告したと公表しました。